どうもこんにちは、カウントです。まあ、今回ね、まあ、このビデオでね、何についてお話していくのかっていうと、まあ、今回その、まあ、人間関係シリーズということで、まあ、メンターだったりとか自分の師匠だったりとかっていう人とね、どうやってこう関係を構築していくのがね一番ベストなのかっていうことを、まあ、お話ししておきます。で、まあ、メンターっていうのはね本当に大事で、まあ、これ本当にでも大事って言っても分かってない人が多いと思うんで、それについてもねちょっとお話ししていくんですけども、そういうね、まあ、環境の大切さだったりとか付き合う人の大切さですよねってことについてちょっとまずお話ししてね、まあ、そういう人たちとどうやってこう仲良くなっていくのかっていうお話をしていこうと思います。で、まあ、初めてねこの動画を見られる方は、なんか偉そうだなとか、なんかなんだそのシャツはとか、なんか、まあ、なんかちょっとおしゃれだなとかね、なんか、なんかそれどこだよとかね、まあ、いろいろこう意見があると思うんですけども、まあ、ぜひねみかんでもこう、まあ、ゆっくりね一つ一つ味わいながら食べながらねお茶でも飲んでこの動画をね見ていただければと思います。そうでね、まあ、今回何についてお話ししていくのかっていう、まあ、さっき言った内容なんですけども、でまずそのメンターっていうことについてなんですけども、ほとんどの人がねこう、まあ、最近すごいいろんな方からメールをいただいたりとかして、ね、まあ、メンターを見つけたいです、メンターを見つけて頑張りますとかね、あ、師匠を見つけてね、な、僕は師匠を見つけますという方が多いんですけども、本当に何て言うかな、何かを学ぶときに絶対メンターとかその師匠とか教えてくれる人って絶対必要なんですよね。だから本当に昔から言われていることで、本当に周波理っていう概念があると同じように、まずねその教えてもらってそれを守ってね、そこから、まあ、周波理ですよね、そのままですよね、まあ、自分でねこう少しずつアレンジしていって、まあ、最終的に自分のオリジナルを極めていくっていう段階なんですけども、本当全てがそうなんですよね。で、特にこれ本当にビジネスになった瞬間、多くの人っていうのがこれをねなぜか自分でやろうとしたりとかしてしまうんですけども、その発想自体が、まあ、間違ってるとは言わないですけども、自分自身 の, その成長速度を遅くさせてしまってるんですよね。そうだから別にこれ僕がねいいとかそういうわけではなくて、僕自身はその自分でビジネスを始めた時にね、まあ、一番最初に僕はそのまあちょっと名前出せないんですけども、まあ、かなりね50数歳の本当に、まあ、当時その方はもうリタイアしていたんですけども、方とねお会いして、まあ、その方は僕の、ね、メンターとしてやってます。その人と一緒にビジネスを立ち上げていったんですよね。そうだ、もちろんその人と仲良くなればすごく大変だったしね、いきなり当時僕は学生だったんで、僕自身も何もスキルも持ってなかったからね、もちろん相手にはされなかったんですけども、そこから関係を築いていってね、やっぱり直接こう一緒にビジネスを行うことによって全然ね、まあ、教えてくれる本とかに書いてある内容って、ね、所詮一部なんで、それ以上のものをたくさん得てね、その人と一緒にこう成長していくことができたんですけれども、でもね本当に、まあ、なんか本とかね教材だけやればなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思っている人がいると思うんですけども、所詮彼らの、まあ、脳みその一部なんですよね。もちろん本とか教材っていうのももちろん僕もすごくね愛用してね、すごくそれによって助けられたしね、それによって成果もたくさん出たんですけども、もしあなたが本当に、ね、短期間で結果を出したいのであれば、本当にまず一番優先しなきゃいけないのはその教材とか、もちろんねその例えばその人と仲良くなるっていう上で大事ですよ。いきなりだって何も知らないその人に会ってくださいって言っても無理ですよね、普通に考えて。だからその人とかもやっぱり忙しいと思うから、そういう人たちっていうのは、だからまずはその人のことを徹底的にねリサーチするために、その人の、なんかブログを読んでみたりとかね、まあ、なんかその人のこう昔の情報を調べてみたりとかしてね、でその人とこう、まあ、仲良くなっていってね、それがすごく大事なんですよね。そうだからなんかねちょっと最近勘違いしてる方が多いなって思うんですけども、これ別にそれが間違ってるわけじゃないですよ。だから本当に最速で結果を出したいんだったら、本当にメンターさんを見つけてその人に弟子入りするのが一番早いんですよね。ちょっと長くなっちゃえば本当になんていうのかな、まあ、その人が情報をねたくさん聞けるし、随時ねその人と仲良くなれば、随時情報っていうのは回ってるから、いい質の高い情報もどんどん来るようになるしね、そういう人たちっていうのはやっぱり同じような人たちと付き合ってるから、そういう人脈もね必然的にこうできてきているし、だそういうのがあるんですよね。だから僕自身も本当にそれはずっと意識してきたことでね、本当にこれ何度も言ってるんですけど、周りの5人っていうのはね全てを、本当にこれ全てを決めてるんですけども、だからあなたの周りに自分が理想とするようなライフスタイルを送っている人がいなければ、まあほとんどあなたはそこまで行くことは無理に近いんですけども、本当にだからそれくらいこう、まあ、ミラーニューロンっていうね、まあ、その細胞レベルのお話なんですけど、まあちょっとね分かんない方は調べてもらいたいんですけども、そういうのが働いているように周りの影響っていうのはすごい本当に大きいんですよね。だから僕自身も本当にずっと意識してきたことだしね、それをやっぱりやってる人たちっていうのは本当に何ていうのかな、短期間でこうすごく圧倒的な結果を出すことができているから、だからそういう意味でも本当にメンターっていうのは大事だし、だからぜひこれを見てる動画を見てるあなたがね、まあなんか
まあ、なんか調子乗ったこと言ってんな、このハゲとかね、なんか僕ハゲじゃないですけど、なんかこのね、ミカン食ってられるかとか、なんかこうミカンをこう投げ捨てている方もいるかもしれないんですけども、でもね、なんかこの本当にこの動画を見て、まあ、見てるあなたは多分本当に何らかしらのこう結果を得たいとかね、なんかモチベーション上げてなんか結果を出したいとか、そういう思いがあると思うんですよね。だでないとこんな動画見てないからね。だからそういう思いが少しでもあるんだったら、本当にそのメンターさんっていうのを見つけて、その人たち本当に付きっきりで、本当その人たちにもう土下座してでも本当に弟子にさせてくださいっていう勢いに行かないとダメなんですよね。で僕自身なんか本当にずっとそうでね、まあ、僕が仲良くなりたいなっていう人が見つけたら、まあ、ほとんどの人は遠慮して、ああもうなんか僕なんかいいですって言うんですけど、僕なんか本当にあれですよ、本当にまあもう例えばセミナーにその人に出て、その人がセミナーやってる人だったらね、僕よくやってたんですけども、で休憩時間になった瞬間にその人のところにこう話しかけに行ってね、すいませんちょっと僕ちょっと何々さんのことも本当に最高に憧れて、もう本とかこれ全部読んで、まあ、特にこれとか最高だったんですよねみたいなことを言ってね、で今度よかったらちょっともうちょっと詳しく聞きたいんで、なんかお話ししてもらってもいいですかとかね、そういうの本当に僕はやってたんですよね。でこうセミナー終わった後も名刺交換させてもらってね、その人に今日何列目のどこどこに座ってた誰々ですって言って、まあ、こういう内容でね本当にすごく感動したんですって言って、でそれでねこう終わったとこう、まあ返してくれる方もいるから、もちろんね全員が全員返してくれるわけじゃないですけども、で返してくれてね直接終わって、それでこう仲良くなってね、やっぱりそういうセミナーで話できないこととかたくさんあるからね、そういうお話を聞けたりとか、そこからなんか例えばいろんな人を紹介してもらったりとか、本当にそういうところからのつながりっていうのは僕自身こう振り返ってみて本当に多いんですよね。だから僕が全てじゃないですよ。でも僕は本当にそういう風にやって自分できたしね、今でもずっとそれを続けてるか ら、 だから何が言いたいかっていうと、本当に自分一人でやろうってするよりもね、僕がもしこれを見てるあなたが、ね、今どういう順序で何かを結果を出していこうかってことに悩んでいるんだったら、まずは本当何度も言うんですけど、そのメンターさんっていうのを見つける方が早いんですよ。で、ああなんかメンターさんのなんか、なんかそれ仲良くなるのめんどくさいなとか、お金かかりそうだなとかっていう方は、じゃあなんかねもう諦めた方がいいと思います本当に、僕はやっぱりその人脈っていうのが僕は一番の資産だと思ってるからね、まあこれ見てるあなたもまだねそういうの、あの初めての方もいると思うし、ちょっとよく分かんない方もいると思うんですけども、本当にその人脈っていうものですよね、の大切さっていうのをもう本当に認識した方がいいと思うんですよね本当に。だ僕自身は一番ねその自分のそのお金とかをね、まあ捨てるとかそういう話ではなくて、お金にはお金って毎回インフレでどんどん価値が下がっていってるから、一番最初ね本当に僕はいつも投資した方がいいなって思うのは、例えばまず自分のスキルですよね、スキル 知識じゃなくて知恵ですよね、知恵自分の例えばお金を生み出すスキルだったりとかね、文章を書くスキルだったり、人前で話すスキルだったり、そういうスキルですよね的なものだったりとか、僕はあともう一つお勧めしているのは、例えば健康ですよね、健康、自分の身体の健康が良くないと結局全て台無しになってしまうから、その健康っていうものと、あと僕自身はやっぱりその人脈ですよね、誰を知ってるかじゃなくて誰に知られてるかってことがすごく大事なんで、だからその人脈のために例えばそういうパーティーに行ったりとか交流会に行ったりとか、そういうメンターと会う時間ですよねっていうものに投資をしていくのが一番長期的に見たら本当にすごい大きなリターンなんですよね、だからそのたった一つの関係を持っただけで本当に数億円レベルのビジネスが生まれたりとか、本当にそういうことがたくさん起きるから、僕もそういう人脈っていうものに投資はね一切惜しまないで今までずっと来たからね、例えばメンターがすごく国家のセミナーやりますって言ったらそれも必ず言ってたし、まあ、そういうねなんかなんていうか、メンターが夜急に電話かかってきてね、そういうのがあったら本当にそういうのに言ってたし、でもそこからね僕のことを信頼してくれて、まあ、単純に嬉しいですよね、向こうもそういう人がね、そういうパッションを持ってる人が来たら、だから そこからね僕自身もこう引き上げてってもらってね、すごく本当にそのおかげで僕は今の本当にいるなってことで、まあ一気に周りの付き合う5人が変わってったからね、もちろん自分の考えもね、まあ、そういう5人と毎日行ったら変わりますよね、お前できるよとか、もっとこういうのやってみたらどうなのとかっていろいろアドバイスもらったりとか、そういうの毎日したら変わるんですよ本当に。で当時僕は学生だったんですけども、学生っていう自分のねセルフイメージが一気にこう周りで起業家でうまくいっている人たちばっかりと付き合いにしたからね、そこでね一気にセルフイメージが一気にバーンと勝手に移動してしまってね、だ自分の考え方もそうだし行動もそうだし全てにおいて勝手に変わるんですね、本当にこれは自動的なんですけども、でそこからはやっぱり本当にもう、まあ、自動的ですよね、当たり前の感覚でビジネスを自分で始めてね、当たり前の感覚で、まあなんていうかな、自分でこう考えながら思考プロセスをねどんどんやりながら自動的に自分のねその理想とかビジョンにね、まあ、向かっていくって本当に過程になってるんですけども、だ本当にそういうことがこうできるんですよね、本当にその師匠とかその周りのパワーっていうものを使えばね、だからこれを見てるあなたが、なんか今ね本当に何らかしらの結果を出したい、短期的に出したいとかね、そういう気持ちが本当に少なくてもどっかにあるのであれば、ぜひ本当にそういうメンターさんっていうものを見つけて、ただ見つけてねなんかこう勝手にあなんかメンターさんですって思ってるだけじゃなくて、本当にその人が
その人から見てですよ、この人、あ、こいつのことなんか本当に引き上げてあげたいとかね、うん、あ、こいつは本当にもうなんか結果を出させてあげたいって言われるような関係までなる必要があるんですよ、本当に。で、これを本当にやる人ってのは本当に少ないです、本当に。だからこそそういう人っていうのは際立つんですよ。だからこれ別に僕にやれって言ってるわけじゃないですよ。僕自身は本当になんか鼻毛みたいな顔してるからね、まあ、自分で顔はイケメンだと思ってるんですけど、そうだからそういうね、自分のメンターさんを見つけた、その人に本当に飛び込んでいってほしいんですよね。で、一回で諦めないで、本当何度もアプローチしてね、僕はだから本当にコンサルをしてくださいとか言ってね、やっぱり自分でその人に与えられるものがなければね、最終的には与えられるものがあるんだったら何か与えてね、そのメンターさん欲しいもの、メンターさんも人間だからね、与えて、与えるものがないんだったら、ないんだったらね、その人の時間をもらうわけだから、お金とかを払ってね、それで関係構築してしかないと思うんですよ。でも、それが本当に一番の資産であって、ね、そこからの未来っていうのは本当に一気に開けるから、だから本当に、ね、人脈っていうのは特にこれからの時代、何が起きるか分からない時代だからこそ、そういう人を知ってるか知ってないかっていうのに、ね、まあ、人生本当に 83% がね、うん、まあ、982% ぐらいになるから、もうちょっとよくわからないパーセントなんですけども、本当にこれを見てるあなたがね、もしそう思うんだったら、ぜひね、そういうメンターさん見つけて、彼との関係を構築していくことを、ね、意識していってみてください。そう。で、結局ね、そのじゃあどうやって仲良くなるんだよって話なんですけども、それのポイントっていうのはやっぱりね、与えることですよね。そのだからさっきも言った通り、そのメンターさんが何を求めているのかなってことを考えていてね、うん、だから彼が感情的になんか満たされてないんだったら、その話を聞くだけでもいいと思うしね。まあ、逆に言うとメンターさんが本当に今満たされている状態だったら、自分で与えられるものがないんだったらお金しか払うことないですよね。だからお金を払ったりとかしたりとかね。逆にメンターさんがこうなんか健康でちょっと悩んでるなと思ったら健康系のね情報を与えて、そうやって仲良くなったりとかね。そういうふうに人って、まあ、埋め合いですよね。うん、だからメンターさんはそういうあなたが欲しい情報とかね、そういう人脈とか、そういうもトータル的なものをサポートしてくれるから、その分あなたが何かね代わりになるものを与えられないと長期的な関係には本当にならないからね、ぜひそれをね意識してやってみてください。だから僕は本当にメンターさんの誕生日とかを自分で主催したりとかね、うん、まあ、そういうことをよくやって本当に仲良くなってきたんですけれども、ではぜひね、うん、あなたもあの自分のねピンとくる方がいたらいるんだったら、本当に速攻で連絡取って、ね、仲良くなることをお勧めします。ではね、今日の本当長いビデオ見ていただいてありがとうございます。ちょっとね、意味不明、誰でもないとかいう方もいると思うんですけども、まあ、それからごめんなさい。まあそんな感じなんですけど、今日は、ありがとうございました。